カンタ君です。出ます。カンタ君、今日何キロ目指していいですか？トータル 747.5 ぐらい。 747.5? 内訳どんな感じ？スクワット285、ベンチが165、7.5 か。で、デッドが295、300とか引けたら。え、そのスクワット285って日本記録の今 9.5 キロ上ですね。やばやばいね。今日頑張ります。83キロ級で、はい、応援してます。頑張ってください。頑張ります。バースローデスの男子ステーブル選手、アンカー3選手、ジュニアの代表に215キロの挑戦です。日本記録だもんね。 4.5 キロ上です。まあ未公認ですけど。おめでとう。はい、おめでとう。ありがとうございます。ベンチも頑張ります。はい、次のフェイスで行きます。
ベンチお疲れです。お疲れ様です。160です、ね。第3つ潰れました。ちょっと切り替えてるのでと思います。頑張ってください。お疲れです。お疲れ様です。300惜しかったですね。いやー、いけると思ったんですけどね、やる前は。だって282.5。2.5めっちゃ軽かったもんね。うん、まあ北海道大会で、まあしかなんかこういう冒険できないなと思って。まあ全国だと順位もかなりかかってるしね。だからまあ300に挑戦できたっていうのは、うん、自分的には結構いい経験になって。トータル何？トータルが722.5。2.5 キロ更新半端ない。またじゃあ次の大会は、はい、いつ予定ですか。次はまあ10月の北海道周期パワー予定してて、ちょっと期間空くんで筋肉いっぱいつけて。だって83ないもんね。ないです。81.9 とかだったんで、ね、うん、ここからさらに増やして、はい、頑張ってください。はい、では締めの挨拶していいですか。はい、それでは皆様、良いパワーライフを。